皆さんこんにちは、海野和夫です。今日は9月の8日です。庭はすっかり秋の気配となってきました。南部アザミが咲き始め、たくさんの標本鳥の仲間が集まっています。南部アザミは花が小さくて目立たないんですが、蝶にはとても魅力的な花のようです。これはですね、絶滅危惧種のウラギンスジヒョウモンの、メスですね。この蝶もですね、南部アザミの花が、大好きです。そしてこれは緑ヒョウモン、緑ヒョウモンのオスです。ヒョウモン蝶の仲間は特に南部アザミの花を好みます。男エシの花はもうそろそろ終わりなんですけど、まだ咲いていて緑ヒョウモンが来ていました。手前にいるのはキヨビツチバチですね。この花は花もぐりの仲間もよく集まります。青花もぐりが、蜜を吸っています。そしてこれは黒花もぐりですね。今ね、飛んでいきましたね。そしてブッドレアの花もですね、まだまだ元気で、ヒョウモンの仲間がたくさん来ます。これはですね、緑ヒョウモンのオスですね。緑ヒョウモンのオスがブッドレアの花の蜜を吸っています。こちらはメス、メスは黒っぽいんですね。そしてこれはもうボロボロですが、メス黒ヒョウモンのメスですね。そしてこれは星蜜蜜、6月の末に生まれてまだ元気にしています。これは青色フジバカマ。青色フジバカはフジバカマと名前がついていますが、違う仲間です。この花も蝶が来ます。ヤマトシイミが集まっています。そしてアスターコリアナ、朝鮮ヤマネはもう終わりなんですけども、ベニシジミが、来ていました。